ウォルター・モズリーはアメリカ合衆国の小説家。代表作は第二次世界大戦の退役軍人で黒人の私立探偵 E.G. ローリンズが主人公のハードボイルドミステリーのシリーズでベストセラーとなっている。1952年カリフォルニア州に生まれる。母エラはユダヤ人でロシア移民の家系だった。 父リロイはルイジアナ州出身のアフリカ系アメリカ人でロサンゼルスの公立学校の主営監督をしていた。また、第二次世界大戦中は人種で分離された陸軍で事務員として働いていた。両親は1951年に結婚しようとしたが、彼らが住んでいたカリフォルニアでは合法であったにも、かかわらず結婚許可証が降りなかった。一人っ子で、 子供の自分には寂しさを空想で満たすなどして執筆の想像力を培った。週9.5ドルのビクトリーバプテスト協会の学校に通った。その学校はアフリカ系アメリカ人の私立小学校で歴史的にも草分け的な存在だった。12歳の時、ロサンゼルス南部からより裕福な労働者階級が多いロサンゼルス西部へと引っ越した。 1970年、アレキサンダー・ハミルトン高校を卒業。モズリーは、深く、物思いにふけ話し上手だった父を、ブラック・ソクラテスと呼ぶ。母の勧めで、ディケンズやゾラ、カミュなどヨーロッパの古典作品を読んだ。モズリー自身は、ラングストン、ヒューズや、ガブリエル・ガルシア・マルケスを特に好む。政治的でない家庭で育ったが、当時のロサンゼルスは、 人種的な衝突もあった。あとに、モズリーは自身の作品の多くで、アメリカの人種的不平等について書くなど、政治的な面を見せている。ロングヘアのヒッピーだった時期もあり、サンタクルーズやヨーロッパを転々としていた。バーモント州プレーンフィールドのリベラルアーツの学校ゴダード大学を中退し、ジョンストン州立大学で政治学の博士号を取得したが、 コンピュータープログラマとして働き始める。1981年にニューヨークへ引っ越し、後の妻となるダンサーで振付師のジョイ・ケルマンと出会い、1987年に結婚した。10年後に別居し、2001年には離婚した。アリス・ウォーカーのカラーパープルに触発され、モービルオイルで働きながら、ハーレムのシティカレッジでライティングコースを受講した。 講師のエドナ・オブライエンは、モズリーに、黒人で、ユダヤ人で、貧しい家庭で育った、あなたは、その時点で恵まれているのよと助言したという。現在もニューヨーク在住。アフリカ系アメリカ人とユダヤ人、どちらに対しても、強い思いを抱いているという。34歳の時に作家となって、以来、毎日書き続けており、年に2冊出版する時もあり。 著作は40冊以上に及ぶ。主にミステリやノンフィクションの政治物などを執筆する。著作は21カ国語に翻訳されている。ダシール・ハメットやクレアム・グリーン、レイモンド・チャンドラーなどの探偵像にインスピレーションを得ている。1992年、大統領候補だったビル・クリントンがミステリファンであることを公言し、モズリーの名を挙げたことで、 その名がよく知られるようになった。諸女作、ブルードレスの女は、1995年に、青いドレスの女のタイトルで、デンゼル・ワシントン主演で映画化された。彼が初めて脚本を務めた、ザ・フォール・オブ・ヘブンのワールド・プレミアは、2010年1月に、オハイオ州シンシナティの劇場で行われた。母校ゴダード大学の理事を務めている。また、全米都諸省の取締役や、 トランスアフリカフォーラムの委員も務めている。2010年、彼がベストセラー作家の仲間入りをしたことで、彼の作品がユダヤ文学にあたるかどうか、また彼は黒人の作家かという議論が起こったが、彼自身はただ単に小説家と呼んでほしいと述べた。また、黒人が主人公だったりは気役だったりする作品でも、ことさらに黒人と言わないのだから、 自分の作品でもそうしてほしいと述べた。ありがとうございます。